ホコリとか毛とかありますけれども、まずこのドアの下のところに乗っかってますよね。このドアの下のところにホコリとか毛とか乗っかってましたけれども、ご覧の通り綺麗になりました。今回はお風呂のドアの下のところとドアレールの掃除をやっていきます。これまでも何度も掃除の様子は動画にしてご紹介してるんですけれども、今回はこれまでの掃除のやり方よりもかなり楽なお掃除のやり方をご紹介していきたいなというふうに思ってるんですが、ただ実は今回そのお掃除方法を試すのは初めてです。これまではホコリが下には結構溜まってますので、そのホコリをウェーブで取ったり、あとはペーパーで直接拭き取ったりします。でその後に洗剤を吹きかけて、チャンネルブラシや歯ブラシで汚れをこう磨いてですね、またペーパーで拭き取るというやり方だったんですけれども、どうしても端っこのところがうまく汚れが取りきれないというところがあったり、ペーパーをたくさん使ってしまいがちなんですよね。当然ペーパーをたくさん使えば使うほどお掃除のコスパは悪くなりますので、できれば安く済ませたいじゃないですか。端っこの汚れもですね、シャワーで水をかけてジャブジャブ水洗いすれば簡単ですよね。ただそのようなお掃除方法だと、どうしてもこの手前がですね、脱衣所で水浸しになってしまいますので、ちょっと現実的でない部分もあるんですが、一工夫してこの手前側に水が来ないようにすれば、シャワーで水をかけてジャブジャブ洗えるのかなというふうに思って、今回はそのような内容のお掃除のやり方ということになります。では掃除に使用するグッズをご紹介していきます。ゴム手袋です。チャンネルブラシです。バスマジックリンです。マイクロファイバークロスです。そして今回の注目グッズはこちら、養生用テープです。このテープをここにですね貼って、水が手前に来ないようにしてみようかなというふうに思っております。続きまして汚れ具合をお見せします。左から見ていきます。はい、ホコリとか毛とかありますけれども、まずこのドアの下のところに乗っかってますよね。これまでのやり方ですと、ウェーブやペーパーでこのホコリを取ってから拭いていくという形なんですけれども、その工程がちょっと手間ですよね。で今回は水でジャブジャブいきなり洗っていきますので、ホコリ取りの工程をカットできるというところがメリットなのかなと。そしてホコリだけじゃなくて、黒ずみ汚れ、ぬめり汚れが乾いたような状態、そこに毛が絡みついたりホコリが絡みついているといった状態ですね。はい、こういったゴムの隙間とか、こういった溝とかですね、なかなかうまく拭き取ることができなかったりするんですけども、今回は水をかけてですね、チャンネルブラシで洗っていきますんで、かなり簡単に綺麗になるのかなというふうに思ってます。あとここ黒い汚れがついてますね。はい、それでは掃除を始める前に、このお風呂のドアを取り外してやっていこうかなと思っております。その方が端っこの掃除が楽ですし、汚れも綺麗に隅々まで取ることができるというメリットがあるんですけれども、取り外すのがちょっと大変に感じる部分もありますよね。我が家のお風呂のドアは TOTO製なんですが、最近よく外しているんですけれども、とても簡単なんですよ。でどうやって外すかと言いますと、右と左にこのようなストッパーがついてるんですよね。これ下にこう下げることができるんですけども、両方同時に下に下げて奥に押し出すと簡単に取り外すことができます。こう押して、でそして右側もこうって押して、倒さないようにちゃんと左手でドアノブのところを持って、こういった状態ですね。でそうしましたら、あとは下のレールを外して奥に出せばこんな感じで取れますね。でこのドアは壁に立てかけます。はい、壁に立てかけました。続きまして養生テープをここに貼っていきますけれども、今回初めてですので、どう貼ったら一番いいのかよくわからないんですが、まず適当にやっていきますね。斜めに貼った方が良さそうな感じですね。こういうような感じで、まず斜めに留めて、でこういう感じで貼っていくと、はい、こんな感じで貼ってみました。端っこがこう立ち上がってるような感じですけれども、立ち上がってるところが高さにして2センチぐらいでしょうか。はい、
1枚だけ貼る形なのでちょっと不安なところもありますけれども、これでうまくいけばこのやり方で今後もやっていきたいなというふうに思いますので、今回はこの1枚貼りで試していきます。それではドアの下のところから洗っていきます。まずはシャワーでホコリを流していきます。はい、そうしましたらバスマジックに吹きかけます。そしてチャンネルブラシで洗っていきます。では流していきます。ドアの下のところはこれで OK なんですけれども、せっかくなのでこの下の底のところも洗ってしまいたいなというふうに思いますので、畳んでですね、こんな感じで、はい、ドアを畳んで寝かせました。こういったところ汚れがありますよね。夏場なのでカビが生えやすいんですよね。ゴムパッキンにはカビは生えてないんですけれども、というのもこのゴムパッキンは最近交換したばかりなんですよね。そういったこともあってカビをつけたくないということで、そこもですね洗っていきます。同じくバスマジックに吹きかけてチャンネルブラシで洗っていきます。もっと丁寧に掃除したいっていう場合はゴムパッキンを取り外すことができるので、ここまでやるんだったら取り外しちゃった方がいいかもしれないですね。ゴムパッキンもこうやって洗っておきます。いくらチャンネルブラシでもここの端っこのところはかき出しにくいですね。このパーツも取り外すことができるんですよね。はい、ではシャワーですすいでいきます。まだちょっと残ってますね。もう少し丁寧にやってみましょうか。はい、だいぶ綺麗になりましたね。はい、はい、今度はドアレールを洗っていきます。バスタブ側から洗っていきます。で、手前の方はお風呂の排水口の方に汚れを流すことができるんですけれども、ここのスペースの汚れはここにゴムがありますので排水口に流すことができませんので、毛とホコリは最初に拭き取る必要が出てきますよね。ということで、まずざっとティッシュで、はい、拭き取ります。そう考えるとここに水も溜まっちゃいますね。ちょっとそこが微妙ですね。とりあえず洗っていきますね。同じように最初シャワーで流します。そうしましたらバスマジックにも吹きかけてチャンネルブラシで洗っていきます。この辺りはドアを外さないと掃除できないところですので、あ、すごいです。汚れを発見しました。このゴムの裏に汚れがついてました。ここも交換できれば嬉しいですよね。
でもできそうな感じもしますよね。ちょっと後で調べてみます。これ頑固な状態に黒カビが生えてしまってるので落としきれないですね。で、日々お掃除できるような場所じゃないですもんね。ドアを取り外さないと掃除できませんので、はい、とりあえずドアレールの方やっていきます。こっちは汚れとかカビが入ってないですよね。はい、奥側もやっていきます。奥側は排水ができないのであまり水をためずにですね洗っていって最後拭き取る形ですね。はい、では流していきます。水が奥に行かないようにちゃんと防いでくれてますけれども、どうしてもここに水が溜まってしまうと。それではここに溜まった水を吸って出していきます。これがあるので楽とは言いなさそうですね。このゴムを外してしまうといくらか排水できると思いますけれども、ただゴムがついた状態ではだいぶ手間ですね。ただ作業の工程とすれば今やって感じてるところでいくと拭き上げの工程もこう兼ねてますのでそこまで面倒じゃないかもしれませんね。ではテープを取ります。レールの方も拭いていきます。やっぱり拭き上がりは綺麗ですね。それではドアを取り付けます。まずは下についてるプラスチックの部品をレールに乗せまして、でちゃんと乗せましたら反対側にも同じようなプラスチックの部品が下についてますのでこれもレールに乗せます。はい、両方ちゃんと乗った状態にしてそーっと開いていきます。はい、そうしましたら取り外す時と同じですね。ここ下げて戻すと、で左側も同じように下げて戻すと、でカチンとちゃんとはまったら開け閉めをして確認をします。はい、ちゃんとはまっていったらこれで OK ですね。はい、はい、一通り掃除が終わりましたので掃除後の様子をお見せします。左から見ていきます。このドアの下のところにホコリとか毛とか乗っかってましたけれども、ご覧の通り綺麗になりました。ちょっとまだ濡れていますけれどもね。はい、右側も同じように綺麗になっております。はい、そしてレール部分ご覧の通り綺麗になりました。ちょっと黒ずんでるような汚れは、汚れというか汚れではないですね、もう塗装の傷みですね。この辺りももう綺麗に落とすのは難しいですね。ちょっと汚れが残ってるところもありそうな感じがしますけれども、でもだいぶ綺麗になりました。はい、ということで今回はお風呂のドアの下のところとドアレールの掃除をやってみましたが、いかがでしたでしょうか。今回の見どころは何といってもシャワーでジャブジャブ洗うというところなんですけれども、やってみて分かったこととすれば、まず養生テープでこの水がこっちに来ないように貼りましたけれども、それはうまくいったのかなと。1枚貼るだけでちゃんと水を防ぐことができました。ただそこに水が溜まると後でその水を抜く手間が発生しますので、その部分については楽なお掃除とは言えないんですけれども、最後の拭き上げも兼ねたような形で水気を拭き取ることができますので、実際にやってみたらあまり苦には感じませんでした。そして今回はこのドアを外して掃除したわけなんですけれども、当然ドアを外すとなるとかなりの手間になります。丁寧に掃除をしてみたいという場合は外してやった方が断然仕上
上がりが綺麗になりますし、そこについては外さないとお掃除できない場所ですので、お掃除していないでいるといずれ黒カビがあのゴムのところに生えてきて、その状態を長く放置していると落とすことが非常に困難な状態になります。落とすことができたとしてもゴムパッキンを取り外してハイター付けするとかしないといけませんので、ハイター付けも何日もやらないといけないということになりますので、結局のところハイター付けしている間に使う別のゴムパッキンが必要になるんですよね。となるともう買い替えた方が早いということにもなります。そのあたりについて以前動画にしておりますので、ゴムパッキンがどれだけ頑固なのか、そして交換用のゴムパッキンの取り付け方等の動画を概要欄に載せておきますのでチェックしてみてください。そしてこの横側にもですね、ゴムがこうずっと上の方までついてるんですけれども、上の方は見てみたら黒カビは生えていなかったんですけども、このあたり20センチぐらいの高さまででしょうか、黒カビが生えていました。見た感じ簡単に落とせそうな感じはしませんでしたので、交換をするという方法になりますけれども、交換用のゴムパッキンが販売されていて実際に取り付けることが可能かどうなのか後ほど確認してみようかなというふうに思います。ちなみにカビまで落とすことは当然できませんでしたけれども、内側をしっかり拭き上げました。ということで今回の動画が少しでも皆さんのお掃除のやる気につながれば嬉しいです。どうもありがとうございました。茂木和也の YouTube チャンネル、茂木流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。